面白い場所やね。だって昼でも星が綺麗に見えるやん。そういえばあなたは明星って知ってる？そうそう、金星のこと。正確には自分で光る恒星と違って太陽の光を反射してるだけの惑星やけどね。実はうちあれが結構好きなんだ。金星は月の次に地球に最も近い星。とはいえ普段は太陽の光があったり地球自体が邪魔したりして見ることが難しい。それでも夜明け前と夕暮れのわずかな時間にだけ太陽の光に照らし出されてその姿を肉眼で見ることができるんだ。昼と夜、陽と陰が交わったその瞬間に現れる因果をはらんだ存在、それが明星。そう考えるとなんかは神秘的やな。あと金星は春から秋にかけてよく見える星なんだよ。見頃は9月やけど天気が良ければ今もまだ見つけられるかもね。あ、そうだ、この上映が終わったらうちと一緒に星を見に行こっか。せっかくここで星の勉強をするんやから本物の空でしっかり活用しないともったいないよ。ん？さあと決まったら真面目に説明聞こっか。後でちゃんと覚えてるか確認するから覚悟してね。